ったんですか。でも確かに吉田さんの後ろになんか歌舞伎町がちょっと見える気はするんですけど。そうなんですよそれね、ほんと言われるんですよね。会社近くの焼肉屋で食ってると兄貴って言われたりするからさ俺いつお前らの兄貴になったんだよみたいな。ちょっと肉一皿渡しただけじゃんみたいな。名越さんとかそのやっぱゲームの偉い人ってそうなっちゃうんですか。でもね、多分僕名越さんともまた別なんだと思うんですよね。僕多分チンピラ系なんですよ。そうですね。名越さんのなんか雰囲気ってもうなんかもっと上行ってる感じ。バカ頭的なね、上の方の。そうそうそう、はいはい、僕はどっちかっつうとまあ若頭が来たらドバッて、はいはいはい、開けて乗せた後の周りはみんな吉田兄貴って言うんだと思うんですよ。はいはいはい、ちょっと格がちょっと違う。確かに。かな。そこが多分売れてるバンドマンと売れてないバンドマンの違いですよ。そうなんですよ。